ねえ、ちょっとみんな見てよ、このコメント。いや、これガチで嬉しくて、今最もパズアイ YouTuber の中で面白いよな。この人パズアイがでも多分面白くなりそうだし、伸びそうって、これコメント大体タラ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 タってね、すごい噛みまくって、なんか僕のね、なんか口の中がなんかすごい転がっておにぎりコロコロみたいな、ごめん、ちょっと面白くない？こんにちは、おりです。今回もですね、パーツはやっていくんですけど、今回ガチャ引いていこうかなと思いますよ。今ね、僕皆さん見えないと思うんですけど、今僕椅子の上にね、右足だけ置いて、で、明日の方向に向かって指さしてるんですよ。いやもうね、この今の光景を今通りすがりの誰かが見たら、あれ坂本龍馬かなみたいな、そういうポーズで今動画撮ってる。オッケーさ、今座ろうか椅子に、オッケースタンドアップ間違えた、シットダウン、オッケーさ。これでね、サスケやっていくんだけど、今回ね、ヒロアカのガチャ引いていこうかなと思いますよ。で、石がね、146個もある。なんでこんな溜まってんのかな、僕は。わかりません。多分3月のクエストダンジョンとか、まあ制覇したからそれなのかなみたいな感じで、なんかね、交換所にこれいるらしいですね。デク&オールマイト、サードハッケー、これハッケーって言うんですよね。なんか知らんかった、発動とかかと思ってたけど、あまりにもね、僕の国語力がなさすぎみたいな。オッケー、義務教育敗北で、狙いはまずこのデク&オールマイト。これなさ、確定枠もあるらしいんですよね。確か。なんか3600円ぐらいだったっけ。で、石30個と文法30万ポイントとこいつみたいな。いや、交換できるんだったらね、もうそんなん買う必要ナッシングイレブンですよ。なんで、今回狙っていくのは一応黒いヒーロー、デクも狙っていこうかなと思う。こいつ確定枠でいるんだけど、まあ、1体確保できたらいいから、まあ、こいつがね、素で出たら、まあ、課金しなくて済んだぜ、みたいな感じで。で、もう一番狙ってな、こっちはしがらきよ。しがらき、せめて、素引きで1体を当てたい。確定枠1体買って、あとフレンドさんにお借りして遊ぶよ、みたいな、そんな感じで。いや、使っていきたいよね。で、他だと、まあ、これエンデはオールマイト、オールフォーワンは交換できるからいいや。で、ベストジーニストと、まあ、ミルコとレディーナガンと常闇、結構いんな。思ったよりいる。オッケー、じゃあ引いていこう。で、まずはこれ、ガチャからの、メッセージ来てる。いつも面白い動画ありね。すごい嬉しい。ちょ、返信しとこうか。よし、メッセージ送った。これで返信しましたと。で、ありがとうございますね。こうやってね、最近メッセージいただけるんだよね。で、いや、ガチャ引いていこうかなと思いますよ。これね、なんか3つ届いてるガチャのメールが。だからそれから引いていこうか。オッケーさ、この無料でこのしがらき当てちゃったら、もうさすがにね、こめかみに住みたいみたいなところありますよね。オッケーさ、もう回します。オッケーさ、いや、すごい、もう影が多すぎんだろ、こいつ。腹筋 6LDK 回、オッケーさ、引いたぜ。とりあえず、ダイヤ！それとね、なんかクリア報酬で、なんかガチャもらえたんですよ。これはギガントマキア降臨ですよ。この星7以上確定ガチャみたいなもう終わったのかな？これなんかよくあったけど。いや、ダイヤですよね！やっぱり時代は。もうダイヤが、もう出ないと、まず話なんないぜ、みたいな、そんな感じで行きまーす。オッケーさ、引きまーす。で、ダイヤ！それでこれがね、ヴィラン連合上級をクリアした時の報酬のやつですね。もう無料でしがらき出しちゃったら、もうさすがにこれ東京のもうシティーボーイなんじゃないかなみたいな、そういう疑惑出ちゃうね。オッケーさ、とりあえずダイヤ来い。あ、ダイヤ、こんにちは、あれです。今回ですね、ヒロアカガチャ引いていこうかなと思うんですけど、今ね、魔法石が146ある。だからこれで、まあ結構何連できるの、24連ですよ。もう24といえばもうかけたら8だから、もうこれ出るという可能性ビッグママ。オッケーさ、これ5連続で引いていこうか。ちょ、おまけガチャが何なのかわからん。オッケーさ、とりあえずダイヤだね。オッケー、ダイヤ！マジで頼む！ダイヤ来い！ダイヤ！ダダダイ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 ！結構いるぜ。止まれ！うわあ！いや、これ新キャラか？いや、僕ダビとか結構ヒロアカキャラ僕持ってないんですよね。だから止まらん可能性ある。いやー、止まんないよね、さらに。あー、ありがとうございますよ。いや、ガチ嬉しい。止まれ！いやー、止まんねんだよな。レディーナガン！あれ？出た、この肘がなんか銃になってる女の子。いますよね、たまになんか街歩いてたら肘銃系女の子。いやー、レディーナガン当たりました。で、これが？まあ、もう、ヤオモモみたいなやつね。オッケーさ。なるほどね。まあ僕の狙いがまるで出てなくてびっくり。まあとりあえずレディーナガンは出たね。で、おまけガチャ見よう。おまけガチャがどんな感じのやつなんだろう。いや、すごい緑の金玉出やがって、これ。で、引きまーす。オッケーさ。やぶね、オッケーさ。消されるとこやったぜ。金玉界隈から。オッケーさ、これで。ダイヤ！ダイヤ！ダイヤ！うわ、すごいひどい。もう熱でしょ、止まれ！奥さん？これ奥さんの可能性あるね。
いや、しがらき声頼む、ガッチしがらき、しがらき、うわー、ちょっと待って、じゃあしがらき欲しかったかも。いや、もう無料でさ、やばいわ、 BGM 来た、でかすぎる、もう育成しちゃうぜ。いや、もう間違えた、あー、さすがに止まんないよね。いやー、え、急にすごくよろしくなっちゃったんじゃないでしょうか、これ。もう育成しちゃうぜ、ここで。ねえ、もうこれ、デック最強だぜ。こいつガチ強くて、武器が本当になんかグラントリノのマントがガチやばすぎるんですよ。いや、嬉しいぞ、ガチで。あれ、ちょっといい感じなんじゃないこれ。しがらき確定ガチャ買おう。来い、いや、ダイヤ率えぐい、止まれー、これしがらきだろ。いや、マジこれもう椅子から立っちゃった。しがらき来い、頼む、うわぁ、やばいやばい、みんなガチやばい、ガチやばい、本当に、うわー、うわ、ドロップ来た、やばくない。ちょっと待って、みんなしがらきの動画出せるわ。いや、しがらきの動画出せないんじゃないかなとか思ってたんですよ、僕。いや、もういいわ。いや、ホークスも嬉しいし、そして本当に嬉しいです。あ、待って、あれいないわ、ベストジーニストとかいない。いや、これ確定枠ですよ、これ。やばくないこれ、ちょっと待って、髪引きしてない、止まっちまったぜ、ちょ、止まっちまったぜ。なんかオールマイトとか欲しいかも。オールフォーワンね。いや、それもいいですよ、武器もね、なんか割と若干強いんですよ。このなんかオールフォーワンのリーダースキルがチーム内の悪魔攻撃マシン1体につき HP が上昇っていうね、バカタレなんですけど、だからね、これあの悪魔とマシン付与っていう、めちゃめちゃオールフォーワンをオールフォーワンのマスクで介護するみたいな、そんな感じになってる。オッケー、これ最後が、わあ、もうこれもいいですよ、これ1体持ってるんだけど、まあ実質ミサカミコトではないやつね。オッケー、これで、いや、嬉しい、ガチで本当にめっちゃ嬉しいんだけど。いや、神回来たー、いや、ガチ嬉しい。最近さ、パストラなんか全然出なかったんですよ、だからガチ嬉しい。いいよ、ダイヤが3つもあるんですよ、みんな止まれ、来たー、よっしゃ、これで見ることないんだよな、見ること、ベストジーニスが欲しいんですよ。それに対来い、いや、来い、いやー、しがらきね、こっちのバージョンね、昔ながらのみたいな、昔ながらの美味しさ崩壊しがらきと村みたいな、いや、止まれ、本当にやばい、ミルコ、いや、来た、しゃーおらー、いや、ガチ嬉しいぞ、みんな。いや、本当にやばいかもしれん。いや、これもうベストジーニスもあと1体当てたらいいだけだ。常闇がねー、あと1体か、ベストジーニスと常闇とミルコ、これ1体ずつ当たったら僕の勝ちです。僕これ単発でいくわ。オッケー、いきます、ダイヤ、オッケー、よい、あー、もうこいつ当たりすぎだろ、なんていいんだこれ。いや、その武器が、あー、通え、いや、これなんかね、いや、エンハンスループとね、あのダブル吸収ループガチ強いんだけど、ただもう3体も絶対いらないんですよこれ。いや、マジ嬉しいな、しがらきガチ嬉しい、本当にガチ嬉しい。金玉出てきた、オールマイトの金玉だこれ。オッケー、トガヒミコ、オッケー、さ、オールマイト、トガヒミコはオールマイトが親だったっていう、そういうあの伏線回収来るのかな、漫画で。来い、まあ、やばい、金玉を見る、あ、まあ、でも確かにな、金玉って2個あるもんね、人間って。そう考えたらそうか。いや、でも雷電気初ゲット、いや、嬉しすぎ。オッケー、さ、初ゲットは何でも嬉しいですぜ、私。いや、これでダイヤ、オッケー、さ、ダイヤからの、よっしゃ、これでもういらねえよ。あー、でさ、なんかこの魔法石20個プラス星7以上確定ヒロアカガチャってやつがあるんだけど、これラインナップ、これガチやばいよな。いや、これ本当にやってるよね、これ。確率どうなっとんじゃこれ。これしがらきてかもう出んやろこれ、 3% とかやばすぎ、マジで。これ何円だっけ。いや、2400円でこれっていうね。いや、これ買ってくるわ、欲しいやつだけ。この160円のとしがらき確定ガチャだけ買ってくる。ぐわー、僕のお金が、ちょっと待って、これ漢字多すぎだろ。確定頂上解放戦線しがらき戸村ガチャ、漢字が多すぎる。あれ、僕中国にいたかなって思っちゃった、漢字多すぎて。オッケー、さ、これ引いとこ。いや、ガチ嬉しいな。いや、オールマイトの金玉から出てくるのが、あ、ダイヤか、金玉ではない、ダイヤ玉から出てきて、よっしゃ、これで育成しとこう。いや、しがらきの動画出そう、ガチで。一応これ保護しとこう。よっしゃ、じゃあガチャ引いていこうか。残り5連だけできんのか。オッケー、さ、これで、まずこれでダイヤですよ。ダイヤ、オッケー、さ、ベストジーニスとかミルコか、
誰やねん、来た。この轟のわけわかんない時の服装来た。これなんか半分だけ寒いですみたいな、そういうスタイルね。気持ち悪いよな若干これ。いやすごいファンに怒られそう。これどういう服みたいな感じ思わない？これ半身だけみたいな、半分の金玉だけ冷えてるみたいな。最近金玉の出場割合高すぎ。あ、びっくりした。なりてえもんちゃんと見ろか、なりえもんちゃんと見ろかと思った。なんか新しいドラえもんのライバル生まれたのかと思った。オッケーさん、これで。ただ、届けも初ゲットなんですよ。僕何当たってないんだ。ここから見たらわかんのか。あー、これデクは持ってます。この昔のこっちのデクは。武器になってんのかな？あれだ。進化させてんのか。まあ、エンデバーとかを交換できるとして、まあ、ミルコかな。やっぱミルコは欲しいわ。常闇と、あとは、ベストジーニストね。ここ2体欲しいです。レディーナガンはループじゃなかったよね、確か。うん、そうだね。よっしゃー！じゃあ狙いに行くぜ、みんな！よっしゃ、引きまーす。これ引いて。いや、ガチャ欲しい、みんな！とりあえず、ダイヤ、オッケー、ダイヤ率がえぐい。ミルコ！来たー！シャオレイ！オッケーさん、ミルコはね、最悪、動画使うときは、フレンドさんに借りたらいいんですよ。ただベストビーリバプソプソはこれ3体ループだから絶対自分で当てとく必要があったの。オッケー、常闇です。あとこれ2回で出るかな。2回じゃねえ、あと3回か。いや2回か。ゴイ金玉よし。それじゃあね、最後の1回ということで、いつもは右親指で引いてるんだけど、ここは足の親指で引きたいと思う。やっぱり足の親指、この僕ですかみたいな、こういう選出をすることによって多分当たると思う。このなんか意外なとこから出てくるよみたいな。オッケー、じゃあ足で押します。切ったね。オッケー、これで全然押せない。オッケー、いきます。いいね。とりあえずこれでもう金玉とかありえないですよ。ただ足の親指なんでね、これダイヤで止まると思います。いや止まったらダメだ。常闇かミルコ、いやこれガチ欲しい。なんならしがらきとかもう出ちゃっていいまである。オッケーさん、引きまーす。いきまーす。神引き来い。いや来い来い来い、ダイヤダイヤダイヤ。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。